オープニングから言いたい放題。庭です。最近、連続ドラマの話数が減っています。春のドラマ、あっという間に終わってしまいました。サメちゃんロスにならないか心配していましたが、どうやら大丈夫そうです。なんでかは、この後お答えします。そんなこんなで始まりまーす。なる頭から気になるサメちゃんロスにならないって言ってる割には明るい。まあサメちゃんといえば、うん、はい、もう聞いてらっしゃる方はお分かりかと思いますが、世界一難しい恋の主人公、はい、鮫島礼二、はい、もう私がサメちゃんと呼んで応援してたわけなんですけれども、終わっちゃいました、はい、で、あ、もうサメちゃんロスでがっかりするかなと思ってたんですけど、うんうん、はい、ね、サメちゃんに関してはサメちゃんがかっこいいというよりは、うん、応援してた感じなんで、うん、なるほどね、太郎さんのロスの時は、うん、あんなかっこいい人が会えないっていう感じだったんだけど、うんうんうん、そうじゃないっていうのと、あと来年の、夏に、サメちゃんをやってた大野くん主演の映画が決まったので、もうそっちに。なるほどね。スライドされちゃった、はい、早っ。なんか忍びの国っていう時代劇もの、うん、戦国時代のもので、はい、うん、織田信長と伊賀の忍者が戦うって、うん、あの史上最強と呼ばれる忍者の役。へー。でも怠け者、はあ、普段はぼーっとしてるんだけど、いざとなったらすごい身体能力で敵をバッタバッタと倒していくという、身体能力のすごい大野くんにはぴったりな、うん、もうアクションが楽しみな、うん、もう そっちにもうテンションいったんで、うん、はいはい、なるほどね。嬉しそう。ということで今日は熱くなりそうです、はい、まだ、はい、まだここからです、はい、楽しみにしてます、はい、ということで今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう、略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。はい、このコーナーは私が大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい。もうスタートしてましたけどね、頭からね。そうですね。いつもいつもオープニングを私的に使わせていただいて、楽しみです、はいはい、ということで、今日のトピックス紹介する、それとも先に視聴率にする。うーん、そうですね、視聴率気になりますね、はい、視聴率ベスト3発表したいと思います、はい、第3位木曜9時ベストパートナー、うん、テレビ朝日、はい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 、竹野内豊さん、うんうん、弁護士のドラマで、10.5 おお。で第2位出てますね、世界一難しい恋、うん、水曜10時、はい、日テレで、うんうん、12.4、うん、そして第1位が、99.9、うんうんうん、日曜9時の TBS の松本潤くんのドラマが1位、ほうん、ぶち切ってますね、はい、19% とか最高いって、すごい。で1回、うん、バレーボールの、うん、日本女子のバレーボールのすごいあの最終セットまで行った、はい、延長した時が 13.7% でガクッと下がった。ただこれ一応、外したんですけど、本当の第3位は、テレビ朝日の水曜9時の9係、10.6、まあ、接戦、まあ
シリーズものなのでちょっと外しました。なるほど、こんな感じです。おなるほどね、木曜9時、ほうほうほう、で、ね、視聴率争い、日曜日の9時はもうすごい 99.9 と、アワハウスです、もうすっごい差がついちゃったんだけど、暑かったのが火曜10時、僕のヤバい妻、はい、重犯出隊、これが、まあ、最初は重犯出隊の方が良かったんだけど、だんだんあの僕のヤバい妻が追いついてきて、今の段階では 7.9 と 7.8 もう本当に接戦。でもこれはもうどっちもこのままなんかもう全然違うドラマじゃない、そうですね、かという仕事に頑張る、楽しい感じの爽やかな、で僕のヤバい妻はもう夫婦で、どっちが、やるか生き残るか、本当に、確かに全然色が違いますね、だからこれはもう引き分けかな、と思っております。はい、はい、では今日のトピックス3つ紹介したいと思います。はい、1、オリジナルは難しい、2、応援したくなる、3、好みの問題。はい、まあ、全体的に春のドラマの総決算になっております。はい、はい、で、1つ目、オリジナルは難しい、ということなんですけれども、はい、今回オリジナルって最近あんまりないじゃん、原作があって何だかのそうですね、ドラマ化ですね、が多かった中で、99.9 と、はい、世界一難しい声、こちら2つともオリジナル、はい、で視聴率も、まあ、取っている感じなんですけど、で私オープニングですごいサメちゃんにハマってることを言ったんだけど、でもオリジナルで面白いだけど、なんかやっぱりところどころなんかなんか集中して落ち着いて見れないというか、やっぱり急いで作ってるから、なんかちょっとコメディ色がすっごい強くなりすぎたりとか、ちょっとここもうちょっと知りたいのにっていうところで、なんか最初特に1話2話ぐらいが、ちょっと、あれなんか面白いんだけど浅い感じというかですか、不安定な感じ、でもそのなんかその感じは分かりますサメちゃん本当に仕事できるのとか、なんかもうちょっとできるところできる男のところをもうちょっと見せていただけないかな、そろそろみたいな、いつそれが来るんだろうと思ったら、ずっとコミカルな感じだったんで、このテイストでずっと行くのかな、ちょっと、かっこいいところが見たいんだけどっていうようなのとか、ちょこちょこ出てきますけど、もうちょっと見せるとなーとか、もうちょっと準備期間があったら、より面白くてより視聴率も上がったのかなっていう、確かに、なんかキャラクターへののめり込み度っていうか、そうですかね、特に、あの相手役のヒロインのミサさん、はい、ミサキちゃんのキャラクターが、一体サメちゃんはどこに惚れたのか、そうですね、あんまり出てこないんだよね、ミサキちゃんの、まあ、私たちまだ最終回まで見れてないんで、はい、こっからどうなるのか、感情が見えないからですかね、感情の起伏っていうか、なんですかね、サメちゃんも言ってたけど、君は本当に僕のことを愛しているのか、本当に好きなのかなっていう、本当にそれはまあまあそういう疑問は出るだろうなみたいなそうだよねって思いますよね、付き合ってたらすごい不安になる、本当その通りっていうふうに、思いました。サメちゃんの方も変なやつなんだけど、サメちゃんを好きになるのはまだわかるかなっていう、美咲ちゃんがおじいちゃん子で、まあ、サメちゃんはあの近所によくいるなんか頑固親父、なんかあの会ったら絶対怒鳴られそうな怖いおじいちゃんなんだけど、ちょっと親しくなるとすごい優しかったりとか、なんかいろんなこと教えてくれるおじいちゃんってよくドラマであんな感じで、親しくなっちゃえば好きになるのかなっていうのもわからなくはない、確かに、なんなんでしょうねやっぱり、でも2人とも一目惚れなんだろうね、
まあまあ、うん、うん、そんな感じなんですかね。いやでも美咲さん一目惚れ。ああ、美咲ちゃんは違うのかな。違いますよね。と思います。なんとなくおじいちゃん、うん、と接してるような、うんうん、そんな感じ。多分サミちゃんは、うん、あの、うん、温泉で、はい、お湯大浴場で会って、うん、足を温めてもらった、うん、あのジャバーンってお湯なんか、うんうん、あそこで、あとサメちゃんの恋愛スイッチは足の裏にあるのかなっていう。確かにそうかもしれない、ね、村沖さんに風邪ひいた時に足をマッサージする時は足の裏を押してもらって、あそこはされると恋に落ちちゃうのかな、うん、あ、なるほどね。え、まさかのまさかの足裏足裏に恋愛スイッチがあるんですかね。そっか。ちょっと話してても大丈夫かな、うん、じゃあここで聞きたいのが、うん、2人が別れるきっかけになった、うん、キス事件があるじゃないですか、うんうんうん、あれは美咲ちゃんの気持ちは分かるか分からない。あ、ちょっとだけシチュエーションを説明しておくと、うん、まあ、2人なんとかお付き合いをすることになって、で喧嘩して仲直りをして、こんな絶対会えないわけでもな、会えないところにいるわけでもないのに会えないのはいかがなものかって言って、じゃあ会いますって言って泊まりに来て、でそんなことが何回か繰り返してもキスができないサメちゃんが、なんと、隣に寝ているベッドの下で寝ている美咲ちゃんのところに自然と転がり落ちることができるように、ドリフのような足がカクンって折れて自分が転がり落ちる床に添い寝ができるベッドを作ってキスをしようとしたんだけど、美咲ちゃんの方はもう我慢できなくて、よし自分から行こうって、でその2人の気持ちがぶつかり合ってしまって、そのベッドで転がり落ちるのもアクシデントのように転がり落ちて大喧嘩、うん、あれはどっちが悪いんだろうね。いやうーん、うーん、別にどっちも悪くないんじゃないですか。タイミング、でもなんかその前に、うん、そう、美咲さんがこう大野くんにはサメちゃんのそばに来た時に、うん、なんかさちょっと避けるじゃないけど、うん、そんな顔というかそんな感じだったじゃないですか、うん、多分あれはダメだなっていうあれで多分一気にあれは傷つくね、うん、あれは傷ついたからもうあれかなみたいな。でも、うん、傷ついたのは分かるけど、その後にも言っちゃいけないことを、暴言を自分がバーッと言って、うんうん、首だーっていう、うん、引き金を引かせたのは美咲ちゃんなんだよね。あそこまで言わなければ、まあ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 でもあれはきっとずっと心の中でスタートから思ってたことなんでしょうね、うん、って思いながらね、たまりたまって、それがね、ついポロリと出てしまい、頑固で、うん、大人げなくて、うん、器がちっちゃくて、うん、でもそこが好きだったりもする、裏腹なんだろうね、ね、どうなのかな。でもサメちゃんの方も要は今まで自分のお金目当てで来る人としかキスがしたことなさそうっていう感じだったんで、うん、相手から来られるとなんか拒否反応が出ちゃったんじゃないかな。うん、君もそういうなの、なるほどね、っていう、うんうんうん、あのフンは嫌だよ、そういうキスはもう僕は嫌だよ、うんうんうん、なるほどね、どうなんでしょうね。どうかな、どう思ったんですか。いやどっちもどっち、だからあれ首さえ言わなければ次の日仲直りできたのかな。うん、そう言いすぎるんですよね、言いすぎていつも反省なんですよね、うん、言いすぎて反省、言いすぎて反省でも直接言えないけど美咲ちゃんに覚えてほしいのが、サメちゃんの口癖は首だなんだと思う、もう口癖なんだと思う、そうですね。うん、はい、あ
思った？クビにされてわざわざあの敵のライバルホテルに就職しちゃう、まさきちゃん当てつけるんじゃないんですか。でもまあ自分の目標っていうか、みさきちゃんなんか付き合う付き合わないじゃなくて最終目標に向かってまっしぐら的な感じというか、仕事の方に重心を置いてるから、多分同時には別、考えられないのかな。私思うんだけど、本当にこの人に会いたくないと思ったら、絶対会わなくて済むところに就職をすると思うんで、本人気づいてないけど多分その近くにいて怒らせて来てほしかったんじゃないのかなって。本当ですか？そこまで、もしかしたら、深層心理の中でもう絶対そのサメちゃんが言ってた海外で君は働けるじゃないかって、そこまで行っちゃったらもう本当に縁が切れちゃうから、なるほど、わざとして。本当はだからそういうところを見ると好きなのかな。もうちょっと美咲さん側のね気持ちっていうか、なんかあっちの友達とのそのトークの中ででもいい、もうちょっとなんかあればいいのになって思っちゃいます。どう収まるのかな、気になる、ね、気になりますね。あの伊佐奈美素雄さんと伊佐奈美志保さんの話とか、もうすごい、ああいい似合いのカップルだなって思えてたから、仲直りしてほしいっちゃほしいけど、なんか仕事上のお付き合いでいいんじゃないかなって私は思っちゃう。ね、きっと仲直りちゃんとしてまたスタートするのかなってところで終わるような気がする、でキスできるのかなって、ね、この放送を聞くときにはこれが全て杞憂で終わったりしてね、なんかねこのモヤモヤ話しているのが、まあきっとそういう時期ね、ね、ちょっと楽しみ、多分、大野くんのキスシーンは今回もないまま終わるのかな、それは思いますが、いつも通りほっぺにチューされて終わるのかな、なるほどね。はい、はい、いただけて満足した。はい、ということで休憩したいと思います。はい、まだまだ続くよ、ドラマ大好き後半戦。ほいということで、はい、終わりました。終わり、ちょっとなんかもう全てコーナー自体ももう終わって、はい、最後締めみたいな、なんかそんな空気になってません？なんてないです、まだまだいきます。はい、次は、2つ目のトピックス、はい、応援したくなる、ということで、今回私がハマったドラマ、おすすめベスト3、まあ、順位はないんですけど、どれかっていうと、1個目が木曜10時、フジテレビ、早子先生結婚するって本当ですか、で、もう1つが火曜10時、TBS の重版出題、そしてもう1つが、日曜日の10時30分、日テレ、ゆとりですが何か、これみんな婚活頑張ってる、新入社員で頑張ってる、ゆとりだけど頑張ってる、なんか応援したく、サメちゃんも含めて応援したくなるドラマに今回ハマってたなっていう。確かに、はい、早子先生も、とりあえず、ま、見てますね、確かに応援したくなるというか、どういう テイストなのかなと思ってたら、毎回毎回なんか人が違ってというかね、いいなって、ほのぼのなんか見ちゃうしながら、結婚したい女子の切ない気持ちとかもありつつ、同僚から友達になってお互いの恋愛とか相手を思いやって協力したりとか勇気づけたりする、なんか、いいなって、いいですね、まあ、人間関係が、なんかすごいいいなと思って、見ちゃいますね。学校の先生そんなに結婚に一生懸命でもとりあえず職員室で話すのはあれだけど、まあドラマだからね、まあまあまあそうですねまあ実際はそんな話してる時間なんてね、ないんでしょうけれどね、
確かにあれ学校だ、うん、ですね。そう、学校終わって校門出てからは、うんうん、確かにちょっとそこだけだね。うん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 、面白い。でもまああれドラマだから、はい、まあ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 、そんなそこまでみんな気にして見てないですもんね、うんうんうん、言われるまで気づきませんでした。なんかドラマっていうそういう中の設定でしか思ってないから、うん、そのやり取りでしか見てないんで、これ学校なのにっていう感覚が全然なかったですね。重犯出退は2人とも見てるんだよね。はい、見てますね。もうあの主人公の子、女の子、小熊、小熊ちゃん、小熊の小熊とあっちのお迎えですの、あのアグマ、熊つながりでいつもどっちか分かんなくなるんですよ。悪魔さんそうそうそう。で小熊さんのあの着てる服がいつも可愛くって、うん、あ私はもうあこの服着たい、この服着たいって思っていつも見ちゃうんですよね。あこれ可愛いけどちょっと私には似合わないな、あこれなら着れるかも、これ着たいっていう風に。全然衣装は気にしてなかったな。もうあの目クリクリって刺した笑顔が可愛くて、今まで黒木春さんって割と耐え忍ぶ女性の役が多かったんで、あんなに元気ではつらつと頑張ってる役が合うんだっていうのが、うんうん、ね、あれに励まされて、うん、あ頑張んなきゃ、うんうん、確かに。でもすごいですよね、こんなにカラーが違うもんなんだって、うんうん、びっくりしました、ね、いい嫌味がないというか、うんうん、熱く来られてね、もうちょっとっていうタイプの人もいる中、うん、熱くあんな風に来られてもすんなりと受け入れられる不思議な感じ、うんうん、すごいなって思います。はい、かわいい服着たい、着たい。今日近いってチェックしよう、うん、はい、見てみてください。じゃあ時間もなくなってきた、最後3つ目、はい、好みの問題、うん、っていうことで、はい、99.9 と、はい、私結婚できないんじゃなくてしないんです。あ、うん、はい、ね、結婚しないんじゃなくてできないんですの方を私押してたんだけど、なんかのめり込めなくて、99.9 の方はすっごい視聴率なんだけど、私なんかちょっと、うん、あの小ネタが苦手で、でもさとみんは、はい、面白いんで、面白いっていう、はい、好きですけど、うん、私2話までしか見てないんですよね。2本目までしか、私は3話目の途中で止まってるから、2本目で止まってて、その裏でやってるアワーハウスは、うんうん、何気に、うんうん、見てたりとかするんですけど、うんうん、で止まってますね、うん、そっか。どこが好き？でもなんか普通にそういう、なんでしょう、なんか事件を解決していくのがもともと好きなんで、うん、こうそのなんだろう、悪者を倒すっていう、そういうのがなんかそういう流れが好きなんで、肝心凶悪、はい、そうそうです、そうです、うん、しかも 99% 有罪のはずなのを 0.01 のところをっていうのがもう、うん、好きな感じですね。なるほどね。でもまあまあ確かにね、可能性が低いところから覆していくっていうのは気持ちいいもんね。99.9 もしなんか心に残るセリフも時々その小ネタだけじゃなくて、うん、あのまだらめ所長がいつもよくあのポロッと言うんだけど、後ろにパスを出してもボールは誰かが前へ進めていく、うん、とか、今手にしているものがなくなっても未来だけは残るとか、なんか心にうってあの染みるセリフとかは出てくるんで、うん、一応たまっちゃってるから全部は見ようと思います。はい、はい、私も頑張ろうかな。で、私結婚できないんじゃなくてしないんですわ、はい、やっぱり中谷美紀さんが綺麗すぎる。でもあれ綺麗設定だから綺麗でいいんじゃないんですか。そう、だから綺麗すぎるから結婚しなくてもお医者さんだし、うんうん、なんとかなんじゃないっていう感じで、別にいいじゃんって、そうそうそう、そんな応援したいとか、うん、感じじゃないんだよね。私はそのもう相手というか、うん、
なんだろう、かっこよくもないし魅力を感じないあのと、いや私の好みではないからですよ。あの徳井さん歩いちゃったエベレストが、エベレストがエベレストがエベレストじゃないじゃないなと思っちゃうんで、なんかなんでしょうね、やっぱりなんだろう、やっぱり芸人さんのイメージの方が強いからか、うん、もちろんドラマで役になってるけれど、うん、でもねって思っちゃうんですよね。なんかそこまでそんなに真剣に、うん、なるとこも、そんなに登りたいって、うん、そんなに魅力なのかなっていうところで、あのキャラクターはやっぱ好きだけどな、はい、本当ですか。へえ。あの高校時代にうまくいかなかった2人っていう設定がなんかそこを応援したくなる。まあまあまあ、まあそのね、うまくいかなかった2人の、だからあの高校生のところのシーンを見るのは好きなんですよ、すごい過去 の、 あの高校学生の時のシーンとか、ラブレターがね、そう教科書の間に挟んといたら違う先生の言ってたね、うん、とか、そういう回想シーンはすごい好きなんですけど、なんですよね。そこまでだから私はそこで気持ちがあんま入ってこないのかなって私は個人的に、思いました。まあこれも溜めちゃってるんですけど、藤木直人さん出てるから最後まで見たと思います。そこ理由らしい理由ですけどね。藤木直人さんとその家庭にどんな事情があるのかも超気になってるんで、まだ3話ぐらいまでしか私見てないのかな、はい、私もまあまあ言っても5話ぐらいかな、はい、楽しみですね。はい、新鮮になるのかな。結婚できるのかな、ね、どうなんでしょうね。はい、ということでそろそろ時間なので今日はここまでにしたいと思います、はい、以上ドラマ大好きのコーナーでした。あっという間のエンディング。最終回言ってないから、2ヶ月分ぐらいを、まあそうですね、吐き出したってじゃあ告知お願いします。はい、金銀堂では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想ご意見などだんだん送ってください。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。番組内で採用された方には金銀堂オリジナルシールをプレゼントしちゃいます。メール、ブログのアドレスは番組ページの下の方にリンクが貼ってありますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一個言い忘れてた、私謝らなきゃいけないことが一個ありまして、はい、前回のドラマ大好きな時に、もうテンションあまりにも上がりすぎて、世界一難しい恋を、世界で一番難しい恋っていうタイトルを間違えるという本当に申し訳ないことをしてしまったので、はい、ここでお詫びしたいと思います。はい、すいませんでした。いや、はい、私が言うことではないか。では最後のコーナーお願いします。はい、小さな一言です。これは松尾が普段、小さな子供たちと接している中で出てきたちょっとほっこりするようなお話だったり面白いお話だったりをするコーナーです。ということでこれはですね、スーパーであの喫茶コーナーみたいなところがあって、そこでイートインで食べられたりするような場所あるじゃないですか、はい、そこで私が休憩してた時の話なんですけど、なんかあの3、4歳くらいの男の子がねえお姉さんお茶飲みたいなって言うんですよ。えー、と思ってえ、なになになにと思ってちょっとえ、私ってな何があったと思ったら、あの男の子を指してたのは私が座ってた席のそばに、そのお茶のディスペンサーがあったんですよね。でその子が要するに届かなかったみたいなんですよ。だから私にそれお茶を入れてほしいってどうやらことだったんですけど、もう私はもううぬぼれてしまって、え、こんなちっちゃなうちからこの子みたいな、私とお茶みたいなね、もう本当ね、もうちょっとびっくりして、そうか
考えた自分もびっくりするし3、4歳のそのちっちゃなこと本当ね恥ずかしかったです。ちょっとね親御さんがねやっぱりいないと、まあ、もちろんお茶とかそんな勝手にねあげられないから、お家の人、うん、に言ってからにしようかなっていう風にしてスバフみたいな感じで、まあ、大体ちっちゃな子がそこにフラッといた時点で、うんね、お母さんお買い物中だったのかもしれないんですけど、うん、はい、もう本当にねドキドキしましたもう本当恥ずかしいと思いながら、ね、もしかしたら、うん、もっとあれだったら邪魔だからどいてって言いたかったんですよね。そっか、ごめんね、僕入れたいんだけど、うん、ごめんね、そのそばにテーブルと椅子があったんだよいやもうほんとねドキドキでした、はい、わーね、すごい恥ずかしい4歳ね、はい、というお話でした。はいもうすごいですよね、はい、また次も期待してよはい、ということで大笑いしたところで終わりにしたいと思います。それでは次回も金銀銅番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。